私にはちょっぴり怖い、でもとっても大きくて頼もしいおじいちゃんへ。私がまだ小さかった頃、おじいちゃんは夏の暑い時期になると鼻の頭が赤くなって、その鼻にお酒の匂いのする花びら入りの液を筆で塗っていました。何を塗っているの？と聞いても、鳳仙花の液じゃ、ってそれ以上は聞いても答えてくれませんでした。子供ながらに夏のおじいちゃんの不思議な光景でした。そんなおじいちゃんの不思議が分かったのは、私が21歳になった時。教師の道に足を踏み入れ、平和授業の教材のために何度かお願いした数日後、原爆手帳を見せてくれて、もう大人になったからいいだろう、が話の出だしだったことを覚えています。静かに話を始めてくれたよね。おじいちゃんは昭和20年8月6日のあの日、弊社の門番の任務を行っていて、あの閃光を浴びてしまったとのこと。原爆投下から数日後、川に浮かんでいる死体を運び上げる任務について、初めはとても怖かったが、あまりの死体の多さに慣れが出てきたこともあって、今思えば申し訳ない気持ちだったって言ってたね。だけどまだ息のある人もいて、その時は何とかして助けないと、そんな思いで小さな声で助けてくださいと差し伸べる人の手を掴んだ途端に、手の肉が肘下からずるっと取れてしまい、骨だけになって引き上げることはできず、その人は川に沈んでいった。その人の顔を今でも忘れないって、とても人間の住む世界ではない、地獄だったそう。毎年夏になると鼻の頭が赤く腫れてくる。あれはあの閃光を受けた証だったんですね。その痛みと赤みを引かせるために、鳳仙花の焼酎漬けを鼻に塗るといいという話を聞いて、おじいちゃんは塗っていたんですね。おじいちゃんが天国へ行って6年、あの時お腹にいた子供がもうすぐ小学1年生です。その子はおじいちゃんのことは知りません。だからこそ私たちは、あの体験をさせられたおじいちゃんたちの思いを子供たちに、そして次の世代に正しく伝えていくことを使命に感じていきたいです。おじいちゃん、ありがとう。